はい、ネギシコです。ございます。ということで今日どう顔むくんでるでしょ。いや、そんなことない。最近夜中にご飯を食べると顔がむくむんだよ。ということで今日はね、土曜日なわけですよ。まあ、土曜日の銀座違うんですよ。まあ、どういうことかっていうと、まあキャバクラとかでさ、自分がじゃあ飲食店とかお店出すじゃんか、あんたがね。何曜日が一番混むと思う？まあ、金土週末かな。そうでしょ。やっぱり群馬とかもね、私やってるじゃないですか。金土が一番やっぱりね、忙しいわけですよ。みんな仕事が休みだからさ。でもね、銀座は違うんよ。はい、見て銀座のこの街中、人全然歩いてないでしょ。ちょっと来てみる。銀座のお店やっぱりクラブとかが多いじゃん。ほとんどが土日祝休みなわけ。そう、土日祝休みだから、もう土日祝日やってないって お客さんも思ってるわけよ。だからこの通り人が本当に全然いないわけです。普段の高すぎみたいな感じだよね、うん。はい、で、まあ、オルフェグループも、まあ、全部でね17店舗この銀座8丁目にあるって言ったけど、ほぼ全県休みなの。でも1軒だけ、まあ、J ボーがやってるわけよ、土曜日でも。でこれ結構知らない人多いの。あ、土曜日やってるんだって言われるんだけど、J ボーグはやってます。でやっぱりこの J ボーグでも普段の月火水木金とは違うわけ。まあ何が違うかというと、まず出勤人数が違うね。ちょっと少ない、やっぱ土曜日です。今日でほら37人だから、いつもこれ65人とか70人ぐらい出勤いるでしょ。で見てる限りね、月火水木金で一番やっぱ忙しいのは木金が忙しいな、銀座は。木曜日がだから週末みたいなイメージなのかね。まあ、なんでちょっと土曜日の営業を見てほしいな。だから本当にさっき言ったように、銀座で飲み屋さんを探そうと思ったら、土日はもうほぼ全部休みです。土日祝日は。土曜日飲みに出て困ったら J ボーグへ。まあといってもね、 J ボーグは結構忙しいんです。めっちゃ賑わってます。賑わってるけど、もともと土曜日開けてた時はもっと暇だったなって。だ最近忙しくなった。4倍ぐらいになってんかな、売り上げが。ねえ、野瀬さん、土曜日暇ですか、やっぱりね、普段に比べたら。まあ、平日月曜日から金曜日と比べると土曜日が一番。もともと前やってた土曜日より今の土曜日の方が全然忙しいですよね。だいぶ上がってきましたね、うん。最初は本当に結構バラバラだったんで。だから多分それは土曜日やってないだろうって銀座イメージがあったのかな。まだこっち側のフロアはあんまりないですけど、まあ、ぼちぼちって感じ、うん。そんなでしょ。普段だって普段に比べたら、普段結構列行列できたりするからさ、平日。これ上行ってみるじゃん。上ってなんすか。上にも系列があるんで。やってるんですか。やってないです。ここほら、2階のフロアとかも全然やってるでしょ。まあ、ちなみにここネクストクラブ、ネクスト銀座も系列です、はい。これもキャバクラですか。これキャバクラです。本来ならここも明るいってことですよね。もちろん。例えばじゃあ3階とかにもお店いっぱいあるけど、多分やってないですよ、どこも。さっきあの、うん、あっちのクラブがいっぱいある方の通り見てきたんですけど、そこも結構やっぱ人が全然歩いてなかったですね。あそこは電気ついてるけどやってないんですかね。やってない。どこもやってないでしょ。真っ暗。だからね、金土が混むとかってのはやっぱ街によって違うけど、まあ、土曜日でも六本木とかだったら、六本木とか新宿とかだったら土曜日もまあ普通に空いてるし混んでるかもしれないけど、やっぱ銀座は本当土日祝日になったらもう9割お店やってないんじゃないかな。その都内でももうエリアによって全然違うと思う。エリアによって全然違う。でこれで1回で外に繋がるわけです。バルテなんて週末なんてめちゃめちゃ混んでますもんね。バルテの週末まあめちゃくちゃ混んでますよ。だから銀座の週末よりも混んでるってことですね、土曜日。銀座の週末より混んでる。まあジェボガだからね、最近は土曜日でも入るようになって、もうだからある程度土曜日もやってるっていう風に認知されてきたのもあるけどね。やっぱり普段の月から金に比べたらそうでもないっていう。これ面白いな、こういう街によってさ、あの違うのは。だからある程度やっぱりお店出す時もね、こう見て、今日もいたな、なんか俺の YouTube 見て夜で起業したんですっていう人いたけど、こういうその街の特色とか特性もあるからね、県民性とかさ、そういうのある程度リサーチした方がいいよね。銀座平日すごいじゃん、人もっとこんだけいなくなるのに。これはでもやっぱ群馬とかだとね、土曜日とかの方が人が全然歩ってるからさ。まあ今日もバルテンはすごいめちゃくちゃ忙しいんじゃないかな。行ってあげられなくて残念だ。手伝ってあげたかった。いつもはバルテン行ってるはずです。まあそうだね、今日やっぱこっちにいても1店舗しかやってないからさ。そうですよ、うん、うちはだって群馬は全店舗やってるから。
まあ、基本土曜日は向こうにいることが多いけど、もう無理だね、終電で帰ろうかなと思ってて、はい、ということでこれが土曜日の銀座でした。はい、ということで私はじゃあ残り2時間仕事しています。ありがとうございました。バイバイ。帰ろうとしてましたからね。危ないとこですね。一刻も早く帰りたかったんで。ありがとうございます。さんに。え、いいんですか？これはすごい。まだここで開けるべき。いや開けるべきです。開けるべき。開けるべき。あ、なんかちょっと分かったような気がする。え？さすが。レベル上がった。さすが。すごい。かっこいい。すごい。かっこいいじゃん。かっこいい。いや、佐々木さん49歳。おめでとうございます。